はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では信長の野望創造戦国立志伝をやっていきましょう。今川とついに開戦に及んでいるんですが、戦況があまりよろしくないというのがあって、戦略戦術の見直しをしていきたいと思います。とは言っても見直しと言いつつ確認って言った方がいいかな。まずは今川に対しては、関東から北条が駿河、遠江、三河、あとは、開放面に攻撃をしてもらうと。で、一方、我が小野家は、越前、越中から畿内へとなだれ込むという作戦に変更はありません。なので、軍の集結と、あとは、うまい具合に、やってくれとしか言いようがないんですけどね。では、やっていきましょう。いくつか城を取ったりはしてますので、もう地行で、与えていっちゃいましょう。いくつかって言っても2つか、城は土ヶ崎館も入れて3つ取ったんだな。で、2つ失った感じですね。高岡城が取れるかどうかだな。1つは城が取り囲まれました。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。我が戦お見せしましょう。出陣する。なかなか敵も硬いね、やっぱり。そしたら前回最後に、ちょっと小さい軍勢の数をコロコロ出してもあまり意味がないというか、もったいないという話をしたばかりなんですけど、正直そういう状況でもなくなってきている。言ってみれば切羽詰まってきたって言った方がいいんですけど、そういう状況なので、軍勢は小物であろうが少数であろうが、もう関わりなくどかすか出していきましょう。基本的には3000以上の軍勢が整えられる城からは軍勢を繰り出していきます。んで、絶え間ない間断ない攻勢によって今川を疲弊させましょう。ほんとね、この辺の兵力がもったいないんですよね。もうちょっとうまく使えると良かったかなっていう感じはしますけどね。あんまりもたもたしてると本当に尾張に城がなくなる。小野の城が。東北方面はまだまだ軍が戻りきってないか。一度出兵した軍が帰還してないんで、兵力が全くって言っていいほど整わないですね。包囲されたのはどこだ？名古屋城か。岡部元信のこの1万9000が邪魔くさくてしょうがないんで、これをなんとかしましょう。
で、岡部元信の2万の軍勢を釘付けにしている間に、高岡城に別のルートから攻め入るというのが一番いいかな。別のルート設定ができない。魚津城にはまだ人が入らないか。我が領内に敵が迫っております。我が方の城包囲されました。小谷城が危ないね今度は。まあ、今すぐ落ちるっていう状況ではないものの、城が取り囲まれました。末森城が危ないのね今度は。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。簡単なく敵もやっぱ攻めてくるね。戦略は同じですよね。だから包囲しろ。命にするな。生きるのだ。出陣する。次々と拠点が取られていってるな。取られていってるわけじゃないけど囲まれていってるな。さてどうする。清洲城は絶対失えないので義輝の軍を清洲に戻しましょう。一度ね、郡上八幡を取ってしまって、郡上八幡から、尾張方面に増援を出せるような体制を整えましょうか。承知いたしました。我が方の城包囲されました。出陣する。ご命令を報告いたす。でここがもう完全に急になっちゃってるんで、ここをこっち迂回できないのかって言いたいよな。違う。いたしました。やっと岡部元信の軍勢が減ってきたな。あやのせいでだいぶこちらが足止めを食らってる感じがあったからな。観音寺は防衛なんとか間に合いそうかな。末森城も今回のターンはという意味では防衛はできそう。ただただだ、それだけじゃ済まないよな。駿府方面でも今川は戦闘中。この状況でなお軍が足りてないってどういうことなんだ。3000以上の軍が出せるところから再び徴収していきましょう。
そういうこと？なんとなく分かったぞ、今ので。我が策、お見せしましょう。となるとだ、パッと見で軍勢が多いところ、港城とかも8000、ね、これを郡上八幡にまず向けましょう。で、郡上八幡をつなげれば全ての城がつながるので、そうすれば、まあ、多少なりとも、まあ、楽に戦えるようになるはずだ。出陣します。越前方面が思ったより硬いっていうのがちょっと誤算でしたよね。本当にもうちょっと木山ではサクサクって削っていける予定だったんですけど、サクサクどころかめちゃくちゃ苦戦してますからね。出るぞ。必ずや勝つ。この状態をなんとか打開していきたいところなんですが、5000近い軍勢がいるところ、まあ、3000以上ってなると、もうあんまり多くはないかな。出陣します。尾張方面がどこまで持ちこたえられるかというと、正直危ない感じになってきてますからね。味方はもう余剰兵力はないけど、敵にはまだまだ決戦兵力が残ってるっていう状況なので、この状況を打開するにはやっぱり郡上八幡経由で、北からの増援を出すしかないんですよね。そのためには郡上八幡をまず抑えたい。承知いたしました。お任せください。かしこまりました。命にすな。清洲城にさらに8800、名古屋城に6900。いやー、次々送り込んでくるね。戻ります。敵が我が領内に向かっております。城が取り囲まれました。忙しくなってきてるな、各方面が。勝頼が、郡上八幡でしょ。承知いたしました。数正が網の白河。承知いたしました。大垣城が危ないな。大垣城にどう軍勢を送り込むかだな。我が戦お見せしましょう。かなり危ない状態になってるな。観音寺は完全に封じ込められてるからな。両側を塞がれてますからね、観音寺は。石川と八塚五六隊に、これは大垣、清須、名古屋を一気に疾患する可能性が出てきてるな。危ないですね。
この状況打開する方法がないな。兵力不足だな。どう考えても兵が足りない。城へ戻る。一度この終わりから撤退っていうのは痛いけどしょうがないよな。まあ、最悪終わりから一度撤退することになるかもしれないですね。さてさてどうするかな。まあ一時的に尾張を捨てるというのはまあ最悪しょうがない選択肢にはなってくるかなとは思うんですけどね。騎乗する。かしこまりました。お味方が捕らえられました。末森城危ないね。名古屋城は落ちたか。名古屋城が落ちて城へ戻る。大垣城も落ちるな。このままいくと重要拠点を失うという板ではしょうがないな。増援を出すにも兵が足りなすぎてどうにもならないので、まあここは最終的には取り返すことを前提に何とかしましょう。戦の支度をせよ。我が方の城奪われました。出陣するぞ。出陣します。出陣します。信玄が死んだか。まあ、信玄の死を3年隠せと言われてもな、ちょっと今更感はあるけど。表情を始めます。報告いたします。ここはちょっと小山御坊方面に軍を差し向けましょう。ちょっと訪問者が来てるんですが、ちょっとこのままやっちゃいますね。きっと宅配ボックスに入れてくれると信じましょう。かしこまりました。我が戦お見せしましょう。ちょっとね、今手が離せないんですよね。出陣するぞ。これで、さらに軍勢を小山御坊経由で出していきましょう。でもうしょうがないんで、稲葉山城以外は全て放棄しましょう。なので軍を稲葉山に集結させます。出陣するぞ。稲葉山で防衛する感じですね。出陣します。稲葉山だけは残す。
で郡上八幡は取る。ちょっともう死者選択していかないと厳しい状況になってきてるので、まあしょうがないですよね。もうここまで来たら意地でも元の作戦通りに越前越中平らげていきましょう。できっと東北方面の軍がそろそろ一度戻りきってそれなりに回復している頃だと思うので、これを再徴収していきましょう。本当にねやってくれたよな。あそこでたむろしてた、まあ、約10万ぐらいの軍がいてくれれば形勢はまだまだ分からなかったはず。まあ今更ですけどね。5000近い軍勢がいればもう出していきましょうっていう作戦でいきましょう。まあでもね、城の数はまあ一進一退、取ったり取られたりっていう状況ですけど、重要拠点である尾張、完全に発展し尽くしていろいろ人物金がいる尾張を失陥したっていうのは、城の数こそ変わらないというか、まあ、取った取られたっていう数を考えたらさほど差はないものの、戦略的には完全に今やられちゃってるかなって感じですよね。これをちょっとどう取り返していくかっていうと、やっぱこの北からの動員、これで賄っていくしかないですからね。稲葉山だけは絶対に残さないと尾張へ再進行するときに足がかりがなくなっちゃうので。出陣するぞ。お味方が討ち死にしました。敵が我が領内に向かっております。待機せよ。どこが取り囲まれたって、稲葉山だけは絶対防衛ラインだから防衛するとして、郡上八幡だな。郡上八幡もちょっと軍勢の数が足りてないかな。含み数上は落ちるかな。時間の問題ですね。我に打てぬ敵なし、敵将捕らえたり。一刻も早く稲葉山に軍が送れるように、やっぱり郡上八幡を取るっていうのが最低条件だわ。お任せください。かしこまりました。
任せください。さあ、なんとかここから巻き返していきたいけど、お山ごぼうも落とせるかな、このまま行けば。で、七王城とかもあの辺りはどうでもいい城として捨ておきましょう。今や七王城は重要な、戦略上必要な場所ではない。ここでまたこの世良田元信1万の軍勢に足止めか。ここで足止め受けるのは良くないので、そういうことであれば軍を2つに分けましょう。清洲城が落ちたね。表情を始めましょう。報告いたす。そしたらこの北陸からの遠征軍が退去して到着したので、これらの軍勢を郡上八幡に振り向きましょう。尾張を早い展開で取り戻さないと。城が取り囲まれました。出陣する。出るとするか。よし、お山ごぼうを取りましたね。城が取り囲まれました。お任せください。お任せください。出陣するぞ。と時間はかかったけど、ようやく軍が流れてきてるかな。そしたら5000以上いる城から軍勢をさらに出していきたいところですが、人がいないかな。ちょっと人がいるところから重点的に軍を出していきましょう。再びどんどん戦場へ送りますよ。そしたら郡上八幡、美濃白川とかも取りたいんですけどね、まだそこまで、軍に余裕はないかな。出陣するぞ。清正を郡上八幡、山形城も軍回復してますね。6000出せるので、この6000を郡上八幡、とにかく郡上八幡近辺に軍を集結させましょう。出るとするか。で、尾張を回復する。尾張の奪還作戦ですね。よし、この辺りは一気に出陣できる軍勢が整ってきてるな。反攻作戦を行うには十分な軍が整いつつありますね。まあ、とはいえやっぱりね、今川の機内に集結している軍勢の数異常だからな。あの軍に対抗するにはまだまだ足りない。出陣するぞ。で、この郡上八幡を取れば、尾張に再侵攻するための、まあ、そのなんていうのかな、足がかりというか、侵入路が確保できるので、まあ、その時点で初めて尾張再侵攻作戦を発動することができるかなっていう感じですね。我
我が戦で、その時の軍の数は最低でも20万ぐらいの数は欲しいんですよ。最低でも20万で、今ってせいぜい5000とか4000とかの軍勢を中心に出してるんで、そう考えると20から30ぐらいの部隊数が必要になってくるんで、ちょっとねこの面倒くさい作業をまた繰り返し繰り返しということになるんで、ちょっとお付き合いいただく皆さんには心苦しいんですけど、ちょっとお付き合いいただきつつですね、この郡上八幡を取って、いきましょうというところですね。だいたいこれで軍は出し尽くしたかな、大きいところは出し尽くしたかな。あとこの独孤城からも出すか、義満、最上義満の4000は倍の価値がありますからね。あとは与坂城から馬場信春が出せる。馬場信春も期待できるな。あとは北条城から義清がいるけど、ちょっとこれはまだダメか。ここももうちょっと待った方がいいかな、数的には。これでだいぶ整ったはずだ。一旦これで進めていきましょう。高岡城とかに人入ってるか。入ってるね。高岡城にも人が入ってるので、これを郡上八幡へ。かしこまりました。この街道をこんだけの軍隊が軍勢が興奮してるのはなかなか興奮しますね、見てる方としては。2正面から攻めたいけど、ここはどうだ、侵入路があるかどうかだな。かしこまりました。かしこまりました。犬山城も落ちるし、鳴海城も落ちるし、救いようがちょっとないですかね、あの辺りは。なので郡上八幡にいかに早く軍勢を送り届けられるかだな。築城してもよかったかなって気もするけど、まあ今更ですね。この辺兵糧切れ起こしてるな、いくつかの部隊があんまり良くない状態になってますよ。表情を始めましょう。報告いたす。兵糧切れ起こしてる部隊がいくつかいたので、早々に大小城を落としてもらわないと困るな。気がしないな。出陣するぞ。敵に城を奪われました。敵が我が領内に向かっております。いや、それは分かってるよ、分かってるんだけどね。はかしこまりました。表情を始めましょう。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。お任せください。お任せください。取り囲みましょう。騎乗する。出陣する。我が方の城。稲葉山がいよいよ落ちるか。郡上八幡が持ちこたえられ、さっさと落とせれば、なんとか稲葉山に救援をくれるかな。ここは一気に海戦に持ち込んで稲葉山城の救援に向かいましょう。進め。かかれ。引くぞ。
で敵も増援が出てくるはずなので4000ぐらいの軍だったかな。まあ、急いで稲葉山城救援に向かいましょう。で尾張を奪還する。まあ、四国も完全に平らげてますからね彼らは。承知いたしました。かしこまりました。敵城門突破しました。まあ、ただここの郡上八幡は間違いなく落とせるので、郡上八幡を落とした後にどんだけ稲葉山に早くかつどれだけの軍勢の数を送れるかですよね。今川方は少なく見積もっても5万はいると思うんで、その5万を相手に今手持ちが1万もが義満率いているこの郡上八幡を攻めている部隊が1万そこそこなので、まあ、これで稲葉山城の救援できるかどうかというとちょっと微妙だけど、稲葉山城を落とされると尾張になだれ込むのに非常に弊害が出るんで、まあ、そういう意味ではやっぱりどう考えてもどんな犠牲を払ってでも稲葉山城は守りましょう。敵城門突破しました。で稲葉山城を守っている間に、清砂小屋あたりの奪還ですね。でおそらくそうしている間に越前越中方面も平定が進むので、そうすると第二次今川攻略隊が遅れるようになるはずだ。こうしている間に稲葉山城が落ちるっていうのだけは避けたいですけどね。我らに撃てぬ敵はありません。敵将よし捕獲しました。承知いたした。お任せください。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。敵将捕獲しました。ご命令を報告いたす。先月の終始です。報告いたす。しないな。敵将捕らえたり。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。いやー、稲葉山城はものすごい数の軍が入り乱れてるな。承知いたしました。かしこまりました。
表情を始めましょう。報告いたす。先月の終始です。報告いたす。治療で言うと全部与え切ってるかな。これは信長がつどつどくるくる言ってくるから与え切ってるね。かしこまりました。ここまでの軍勢の入り乱れってかつてないんじゃないか。さすがにいやー、ここ制することができれば流れは変わるけど、変わるけどだ、この数はちょっと無理だな。お任せください。この不毛な戦いに身を投じるよりかは おとなしく金ヶ崎とかに分話した方が良さそうだな。敵を追い詰めろ。出陣するぞ。出陣する。まあ、尾張を完全に失ったのは痛いけれどもだ、まだまだ巻き返しのチャンスはありますからね。小山ごぼうにまだ人入らないか。そんなに人材いない。そんなことないでしょう。いや、北条城とかかなり軍勢の数集まってきてるけど人の数がいないね。出るとするか。うん、各方面だいぶ軍勢整ってきてますね。反攻作戦するには十分な軍勢が整いつつあるな、各方面。1万超えてるところもあれば、まあ、5000を大概超えてきているので、これで一気に第二次進攻作戦が発動できるかな。稲葉山城は防衛をしつつ、観音寺はこのまま防衛で、鎌場城は、まあ、持ちこたえてもらって、その間に一条谷金ヶ崎あたりを攻略して、稲葉山城に対して大垣城経由で救援かな。ここの松平元康って家康だけど、この家康の2万がもう完全に邪魔だな。となると周りから攻めていった方がいいよね。承知いたしました。承知いたしました。三の白川、あとはこの鳥峰あたりは攻略できそうだ。で、並行して援軍の要請出しておきましょう。今川に対しては、あ、どこかというと駿府かな。駿府まだ落とせずにいたか。まあ、北条も今川もこの辺りには軍の数がかなり多く展開してるんで、そう簡単には落とせないかなという気は確かにしますけどね。そしたらちょっと長くなってきましたので一旦ここで終わりにして、次回はですね、美濃白川鳥峰あたりの攻略をしつつ、できれば、再三言ってるように稲葉山は防衛で、この後は、まあ、この辺りに展開している敵の総兵力がめちゃくちゃな数展開してますからね。敵の数おそらく10万以上はいるんじゃないかなと。で、味方のところは10万まではちょっといないですね。多分5、6万かなと思うので、ここに対して、増援を出していきたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の
収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。